のは三方よしならぬ三方悪しでないのかなっていうね、ちょっときつい批判を言いたいと思います。こんにちは、村上稔です。今日の稔チャンネルはですね、渋沢栄一に学ぶ第2弾ということで、ちょっとねきついタイトルですけれども、三方よしならぬ、三方悪しのスーパー戦略っていうようなことでね、お話をしたいと思います。三方よしっていうのはね、有名な言葉ですけれども、滋賀県の琵琶湖の周辺のね、彦根とかね、そういうふうな、なんだったっけ、愛荘町とかね、向こうの方の、商人、今でも、まあ、100年前からの100年続いてるエクセレント企業ってね、たくさんありますけれども、近江商人ですね。近江商人の言葉、自分よし、売り手よし、から買い手よし、ね、買ってくれる人よし、から世間よし、ね、社会もいいよというふうなことで有名な言葉ですけれども、まあこれに対してね、最近の、過当な競争、まあ、特に僕は今日スーパーのお話したいと思いますけども、過当な競争っていうのは三方よしならぬ三方悪しでないのかなっていうね、ちょっときつい批判を言いたいと思います。ね、自分も悪いし相手も悪い世間も悪いっていうことでね、すごい今日ねちょっとねびっくりしたんですけれども、大体ね、今買い物難民、僕らが取り組んでる買い物難民対策ということで、近くにスーパーがなくて買い物に困ってるっていう状況があります。でそれは、まあお客さんの住んでる数が少ないところとかね、人通りが車の通りが少ないところとか、そういうふうなところからスーパーが撤退してしまって、で、より人が多いところ、効率がいいところ、合理的なところっていうところにスーパーが引っ越してしまうっていうようなことで、引っ越してしまうね、田舎のスーパーなくなってしまうね、というようなことで買い物難民問題って社会問題になってますけれども、これね、もう街中ですでにスーパーがあるところにどんどんですね、大手の資本がさらに入ってきて、もう過当競争の上に、さらに過当競争になってるみたいなね、そういうふうなことになってますけれども、商業界っていうね雑誌作った商人の神様みたいなね、倉本長治って人いますけれども、店は客のためにあるっていうね言葉ありますけれども、もうね、このスーパーは一体誰のためにあるのかみたいなね、そういうふうな事例が ありましたので、ね、僕横通って現場の動画撮ってきたんで、ね、ちょっと見ていただいたらと思います。ということでですね、ここはですね、これね、Google マップから、ね、撮りました。こういう位置にあるんですね。で、さっきお見せした動画の建設現場、スーパーの建設現場はここです。で、このブルーのマーカーっていうのが半径500メートル圏内ですけれども、この赤い丸が既存のスーパーです。500メートル圏内にすでに 1,2,3,4,5 5つのスーパーがあるんですね。でそれから3つのコンビニ 1,2,3,4,5 それから3つのコンビニ、ちょっと外れたところにコンビニ 1,2,3 ね、こういう、まあ隣のスーパーまで250メートルとか400メートルとか、そういうもう見えてるところですよね。これかなりでかい新しいスーパーですよ、これ2つとも。1年2年以内に作った新しいスーパーで、もう見えてるようなところでもう一個さらに資本が進出してきてスーパーを作ろうということで、一体これ誰のためのスーパーなのかっていうふうなことなんですけれども、結局ね、大きな資本がこれ小さい資本を潰すためだけのね、進出戦略っていうふうに僕は思うんですね。だってお客さんの数ってもう本当にこう限られてる中でですね、もうこんなところにさらにニーズはないわけですよね。でっかいスーパーがいつもあるわけですから、ニーズが全然ないところに進出してくるっていうのは、この進出することによって他のスーパーを潰すっていう戦略なんですよね。大きい、もう大資本です、このスーパー。まあ営業妨害になったらいけませんので名前言いませんけども、大資本のスーパーですね。他のスーパーを潰すためだけに進出してきてる戦略的進出ですよね。
で、こういうね、なんか、お客様のためにある店ではなくて、ライバルを潰すためだけに進出してくるみたいな。これが今の、なんか、資本主義。で、これって、だって、みんなね、もうすでに加藤競争、売り上げに困ってる社員さんとか、すごいもう、キュキュ言いながらね、仕事してるところにさらに出てきて、で、この出てきた店自体も、社員さんは、またキュキュ言って、値下げ合戦で困るの、分かりきってるんですよね。だから、ニーズのあるところに出てきて商売してっていう、この商売の喜びなんかない。もう上の経営陣が決めた戦略で、僕ね、社員さんもかわいそうだと思いますよ。だから本来、やっぱりスーパー入った人って、商売が好きだったりね、お客さんと接する。お客さんに喜んでもらうっていうのが好きなっていう、それを仕事の自分のやりがいにしてると思うんですけれども、なんかね、こういう相手を潰すためだけになんかやってこいみたいなね、なんか戦国時代の風のこう馬の下でこうやって走ってる兵士みたいなですね、もうすごいね、そんな仕事をやらされて僕かわいそうだなと思うんですけれども、こういうのをねちょっと目の当たりにしてですね、でそこで、渋沢栄一なんですけど、論語とそろばんですね、これの、234ページを、競争の善意と悪意ってあるんですね。渋沢栄一はまあ競争はあんまり好きじゃないんですけども、だけれどもまあ必要な競争はあるっていうふうなことで、ここには競争の善意と悪意っていうページがあるんですね。で、競争には良い競争と悪い競争があるっていうのははっきり書いてるんですね。で、ちょっと読んでみますと、競争に属する道徳である。これは特に申し合わせて、その間の間の約束を道徳的に、堅固にしたいと、要は希望してやまぬのであるというようなことでね。商売っていうのは、やっぱり商売やってる者同士が、その間にね、道徳を持って、それをしっかりと守るという、その間の約束っていうのを道徳的にするってことが大事であるっていうことなんですね。で、競争にはですね、善競争と悪競争があるって書いてあるんですけども、善競争っていうのは、自分がですね、一生懸命勉強をして、そのいい商売にして、で、結果として今日の競争、自分のところにお客さんがいっぱい来てもらうというのが善競争。で、これに対してですね、相手が評判がいいからってね、それを真似をしたりとかね、そこに入っていって、かすめ取ってやろうみたいなね、旗の側からこれを犯すと、そういうのは悪競争であるっていうね、渋沢栄一さん言ってます。この競争の性質が善でなかった場合は、己自身にはことによりて利益ある場合もあろうけれども、多くは人を妨げるのみならず、己自身にも損失を送ると、ね、こんなやり方してたら自分が儲かるっていうこともあるかもしれないけれども、やがて、多くの人を妨げる、他の人の邪魔をするっていうだけじゃなくて、自分自身も損するよというふうに書いてるんですね。で、面白いのはね、その弊害たるや、いや、その弊害や、ほとんど国家にまで及ぶ、ね、日本の商人は困ったものだと外国人に軽蔑されるようになってくるだろうと思うとかね、そこまで書いてます。この悪意なる競争を避けるということは、つまり相互の間に商業道徳を重んずるという強い観念を持って固めておったならば、勉強するからとて悪意の競争にまで陥るということはなく、ある度合いにおいてこうしてはならぬという寸法は、あえてバイブルを読まぬまでも、論語をそらんじぬでも分かる、必ず分かるであろうと思うということなんですね。ある度合いにおいてこうしてはならぬという寸法、ね、サイズ、これぐらいにしとかなあかんやろっていうようなことが道徳だよということなんですね。特に勉強なんかしなくても、そんな誰でもわかるよというような話なんですけども、もし商工業などについての競争上の道徳というものがあったなら、前来繰り返せし通り、善意競争と悪意競争、善意の競争と悪意の競争、妨害的に人の利益を奪うという競争であれば、これを悪意の競争というのである。叱らずして、品物を生鮮した上にも生鮮して、他の利益範囲に食い込むようなことはしない。これは善意の競争であるっていうふうに書かれてます。つまりですね、もう人の利益を奪う、ね、人がうまくいってるからそこへ行ってもら、奪い取るんだっていうふうな競争は悪の競争だと。で、それに対して自分たちが一生懸命努力をして、その結果お客さんに来てもらうようになったんだよっていうね、これは善なる競争であるということを渋沢栄一さんが言っています。
まあ、先日ね、ドイツ・フライブルグ の環境ジャーナリスト村上敦さんの話聞いたら、フライブルグとかドイツの環境都市っていうのはこういうことは絶対にないらしいんですよ。なんでかって言ったら、こんだけの人口の時にところに、食料品店はいくつというふうな都市計画がきっちりとあるんで、もう好き放題入ってきて、やり散らかしてですね、でその結果誰も幸せにならないと、でみんなの自分たちの給料を減らすだけで、誰も幸せにならないというふうなことは起こり得ないということらしいんですね。都市計画がきっちり決まっているのでというようなことです。ということで、今回の渋沢栄一さんの教訓はですね、良い競争と悪い競争があるんだよということで、悪い競争の弊害をほとんど国家にまで及ぶというふうなことでですね、もうちょっとあまりにもやりすぎはもうやめようよと、自分たちが最終的に苦しくなるだけやから、ね、今だけ取っていい思いしたってまたそれ自分に跳ね返ってくるから、もうそんな愚かなことはやめませんかということです。で僕はね、やっぱり一番この度でこういうので心配してるのは、その経営陣が決めたこういうね戦略的な、なんか人を潰すみたいなね、そういうふうなことによって、押し付けられて、もともとそのなんか商売が好きでこの仕事やってるような、こう善意のあるね、あのスーパーのスタッフとか社員さんたちがですね、だんだんその心がすさんでいくというかね、最初の志がこう腐っていくみたいな、もうなんかね、僕もスーパーの現場にいつも行ってますんで、ありありとなんか思い浮かぶんですけれども、それがですね一番僕は心配だし気の毒だなっていうふうに思います。はい、ということで、今日は渋沢栄一に学ぶ三方よしならぬ三方悪しのスーパー戦略というようなことでお話をさせていただきました。最後までのご視聴ありがとうございました。ご関心のある方はぜひチャンネル登録と高評価をよろしくお願いします。それから意見とかコメントありましたら下に書き込んでいただきたいと思いますので、どうぞよろしくお願いします。さよなら。